やったぞーやったー、シンクが倒したあーうー、はい、こんにちは、まあ、チャンネル前原です。はい、今日はこちらですね、うん、仮面ライダージオウの時間原風デラックス時間ザクスです。はい、仮面ライダージオは時間ギレードだけど、こちらは仮面ライダーゲイツの武器だね、うん、時間ザックスです、はい、じゃあ早速上げていく前に黄金の5秒間この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いします、はい、じゃあいきます、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ、一緒にベルマークもタッチしちゃおう、ふい、登録してくれたかな、この動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね、はい、じゃあ早速上げていこう、はい、ということでこちらが時間ザックスだ ね、 ですね、はい、これは斧モードだけど、うん、ここが斧なんだね、うん、だけどこれを変えると弓モード、弓になるね、ちゃんとここがね、うん、斧と弓で変わるとこが素晴らしい、うん、これちゃんと文字考えたんだね、面白いね、面白いね、すごいかっこいいね、黒と赤とシルバー、いいデザインだね、で単4電池がここに2本入ってますので電源入れてみましょう、はい、おー、かっこいい、なんか未来な感じだね、そうだね、じゃあトリガー引いてみてください、うん、なるほど、こっちは引くと、はい、ああこっちも一応トリガーみたいになってるみたいですね、うん、で、ここが技ボタンみたいなんでここ押してみましょう、はい、なんかいきなり片言だけど、ジャックリーワーリーちなみにこれね、技ボタンの途中で押すと、これね、消必殺技なんだって、うん、消必殺技って初めて聞いたんだけどということは、こっちも消必殺技だったってことね、そうだね、だから、まあ、軽く、うん、軽く技を話したいときはこう消必殺技、そうだね、うん、ってことですね、うん、で必殺技なんだけど、ここにライドウォッチをセットします、はい、ゲイツ、うん、おいいじゃん、ざっくりカッティング、ざっくりカッティングだったけどね、ざっくりカッティング、うん、でもなんかすごい未来的、うん、すごい、かっこいいね、うん、よし、そしたらライドウォッチを外して今度は弓モードにしてみましょう、はい、おお、ちゃんと弓ってなった、え、じゃあ逆に斧にするときなるの、あ、なるのね、すごい、はい、ただこれ残念なのが、あの手でやんなきゃいけない、手でやんなきゃいけない、はい、じゃあトリガー引いてみましょう、うん、あ、弓するときはこっちかな、やっぱこっちだろうね、弓はこっちだろうね、うんうん、あ、これ違う、あ、うん、話すときで音が、聞くときと話すときで音が違うんだ、うん、オッケー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 、じゃあ技ボタン押してみましょう、うん、消費者さんとこんなもんだ、キワキワウチなかなか面白いかもしれない、うん、じゃあライドウォッチセットして必殺技聞いてみましょう、はい、次はドライブ、ドライブ、じゃあパパは？僕は？で？対決だ！うわっ、ゲスゲームだから思いっきり！7だ！ちょっと、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 ち
んな程度か。お前の必殺技はそんな程度か。ならば私の必殺技だ。エイシン君を倒した。やったぞ。やったー。エイシン君を倒したはい、ということで今回は仮面ライダージオンの時間元符デラックス時間ザックスでした。